おはようございます。イケメンとおります。こんにちは、田村です。今日はスノボ Vlog。 今日は友達とスノボ Vlog するので、ちょっと動画を回していきます。それじゃあ行ってみよう。すいません、皆さんごめんなさい。僕って B 型だから全然起きれなくて、車の中で朝ごはん食べて軽くメイクして、ちょっとだけ人様に見られる顔になりたいと思います。あ、おなごおなごおなごやめろよ今の全然飛んでない。今日ね、ちょっと朝、実はね、ちょっと寝坊して化粧できなかったから、今ね、車の中で緊急でメイクしてるんですけど、イケメン、うん、少ないみたい。そうです、そうです。やっぱメイクしないと、もしね、何があるか分かんないからね。スノボマジックじゃないけど、もしかしたら俺の未来の彼女がそこで出会うかもしれないし、何があってもいいようにイケメンにはなっておかないと、しっかり丁寧にメイクしていきたいと思います。あ、そう、これ、ね、スノボの時はメイクキープミスト、これね、ちゃんとつけとかないと、雪っていうか水だから、こうメイクね、よれちゃうから、ちゃんとね、下地も日焼け止めもね、多めに塗ってあげないと、本当に焼けるから、マジスノボって。うわ、すごい、お、すごい、雪まってる、まってる、本当だ。はい、行きます。ご覧ください。うわ、すごい。見て、やばい。窓開ければ。いい、これがメインは俺の顔だから。ダーン、着きましたー。どう？かっこいい？かわいい？滑れそうなんですよね。今日はスノボマジックにみんなをかけちゃうぜ。ダサい声。今日はね、岐阜県のスキー場に来たんで、まあ割といつも来てるとこだから、みんな楽しくワイワイ撮れたらいいなと思います。でもちょっとね、カメラをね、持っていくと多分なくしそうなんで、まあちょっとスノボ滑ってるシーンは少なくなっちゃうかもしれないけど、こっからね、いい感じにぶつ切りで、ちょっとなんかいい感じな男風で撮っていきたいと思います。さあ、やっていくぜ。すげえな、雪、ね、吹雪だよ、もう顔わかんないよ。俺が田村かも。確かに、どれでしょう。オッケー、撮った。ああ、気をつけてね。オッケー。いいね、なんか大学生みたい。調子こっから。いいよ、いけてる、いけてる。いけてるよ。行くぜ。あそこの女の可愛いよね。エロいね。行っちゃおっかな。お前行けよ。その大学生っぽく。真顔ならできる。あ、そうだろ。頭おかしい人みたい。そうそう。え、じゃあ俺もちょっと待ってよ。俺もちょっと練習するわ。こういう待ち時間もやっぱみんなでゲームしていこうよ。ブンブンブブブン、黄色い食べ物ブンブン、パプリカブンブン、赤い乗り物ブンブン、ブンブン、ピンクの果物ピンクの果物ブンブン、桃ブンブン、茶色い車ブンブン、こっから降りてください。過酷すぎるだろ。こういう感じでね、楽しんでいこうぜ。いや、ほほー、
はい、来て。待った。皆さんお疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした。いや楽しかったっすわ。はい。じゃあ美味しいものでも食べ行きましょうか。どうすこい。どうすこい。うわやば。やばいね。生きて帰れるかな。事故ってんじゃないこれ。みんなハマってるな。ね、あ初心者ですよ。よく来たね初心者で。本当だ。うわやば。すごい。え、やばいわ。見えない。やばいやばい。帰る運転お願いします。はい。いきなり IQ2 になるやん。マジでこれね、もう俺ら運転したら終わっちゃうからね。こんなん無理無理。今めちゃくちゃ吹雪がやばくて、もう渋滞なんですよ。見てください。もうやばい。これもうこれやばくね？やばいよね。やばい。もう誰も動けてない。やばばばい。もうなんかもう。やばばばい。結構混んでます？いるらしいですよ。ああ、そうなんだ。あれやったらもう U ターンして戻っとかんとこやばいけど。マジですか？それで戻ってんのかみんな。もう俺も U ターンしました。マジですか？本当ですか？空いてからの方がいいですかね。今度 U ターンもできなくなる。ですよね。ありがとうございます。聞いてよかったね。もう動けなくなっちゃってる。あ、そうなの？めっちゃおもろかったのがさ、いや、まさにもう方言ちょっと打ってたもん。どうか、いいですかね。すなさんからすぐめっちゃ打ってた。どうする？これ U ターンできるの？U ターンする？え、でも結局さ、屋根に戻って待機しろってことでしょ？結局は帰れない。帰れないの？帰れないの？帰れるけど、今日は帰れるよ。ピエン、こいつはのんきだぞ。暗くて泣いている時は、はい、あーそれだけ。あーよいしょ。なんとか生きてそうです。生きていけそうです僕たち。ってことで現場からねちょっと以上です。あのちょっと動けなさそうなんで、なんかもし進捗があれば動画回したいと思います。ピーっていけないんだよ。4台くらいスタックしちゃってるみたいで、なんで帰った方がいいっていうあれで。あ、ウィンの駐車場で待ってた方がいいんじゃないかっていうあれで、今みんな帰ってきてるみたいなんですよ。ありがとうございます。よかったね、お話できて。かこすぎれた？気持ちいい。めっちゃおもろい。一応今ね、屋根のある駐車場に一時避難してきたんですけど、まあなんか結構ね、時間かかりそうなんで、僕は今から次出る動画の編集を車の中でしていきたいと思います。しごでき男。今ちょっと本当渋滞やばくて、もう今夜の何時だ？8時。夜の8時でもうやばい、もう4時間ぐらい今渋滞してるんですけど、もしかしたらこの中で車中泊になる可能性もあるんで、ちょっとねまた動き次第また動画撮ります。これがもしかしたら最後のメッセージになるかも。大丈夫か？大丈夫か？助けてください。やっと渋滞終わったよ。すごいじゃん。もうちょっと頑張って5時間待ったよ。ね、おかえり。おい、おかえりおかえり。やっと渋滞解消されて今5時間待ったんですけど、今からちょっとね静岡の方に帰りたいと思います。あ、死んだ。そうだ、チャンス。あと1分が。お、除雪車あれ吹き飛ぶよ、多分ね。マリオカートのスター除雪車当たったら。はい、家に帰ってきました。いやもうしんどかった。だって8時間車に拘束されたんだよ。もうやばいよね。もうお疲れちゃんよ、お疲れちゃん。でも楽しかったね。なんか、ああいうハプニングも付き物っていうか、久々に青春したなっていう感じの日でしたね。もうダメだ。深夜すぎてもう頭回ってない。もう今、2時ぐらいだもん。もうやばいやばいやばい。頭が回んない。まあね、楽しい動画はもういっぱい撮れたんで、化粧落として寝ます。もう、疲れた。楽しかった。じゃあほな、今日はここら辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。